チリの落盤事故で病院で検査を受けていた作業員のほぼ全員が71日ぶりに帰宅し、閉じ込められている間に生まれたエスペランサちゃんの父親も娘の待つ自宅に戻りました。エスペランサちゃんを抱き上げます。エスペランサちゃんです。アレネさんがエスペランサちゃんを抱き上げます。自宅に戻ったアリエル・ティコナさんは、集まった近所の住民らの熱烈な出迎えを受け、1ヶ月前に生まれたばかりのエスペランサちゃんを抱き上げて帰宅の喜びをかみしめました。今ウルスワさんがですね、自宅のある街角に到着しました。一方、作業員たちのリーダールイス・ウルスワさんの自宅前は街を挙げてのお祭り騒ぎになりました。Gracias a Dios y a la oración que hicieron los vecinos y toda la comunidad del mundo entero. Yo estoy bastante contento. 救出された33人のうち、めまいや歯の治療のため2人が入院を続けていますが、症状は軽く、数日中には自宅に戻れる見込みです。